こんにちは。今日はレア業頑張っていきます。よろしくお願いします。柳平さん、こんにちは。ありがとうございます。柳平さん、こんにちは。ありがとう。あ、アムロ、ありがとう。おはよう。おはよう、ありがとう。ガタちゃん、ありがとう。ありがとうございます。じゃあちょっとフーサーのレア業行きたいと思います。昨日は農場クイック行ったんですけど、今日はどこに行こうかな。フーサー農場に行こうかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとう。農場やね、農場の鍵、農場フーサーに行こうかなと思ってる。最近アリブレできてないな。今度さ、メトロまたやります。またその時一緒に行きましょう。また今度やります。お願いします。アリブレできてない。またしてください。アリブレも。ぜひ、ぜひ。難しいですけどね。本当に。ちょっとずつ売れてます。武器をねちょっと売っていってるんですよね、実は。はい、旦那になってる。これをね昨日売ったんだけど戻ってきて。何を見てるの？アニメはすごく聞きたい。エースを売っていこうか。私フリーレン最近すごく見てて、1万円で売っちゃおうかな。1万200円ぐらい。1万200円にしとこうか。これで売れたらいいけどな。武器がいっぱい。ちょっと武器を売って、79もいらないかな。パーツはちょっと置いとこう。フリーレン同じだわ。どうしようかな。 T79 も置いとこう。あかんわ。 T79 のモッドを入れなあかんねんな。あ、こんにちは。これ検索で、ごめんね、先に速攻配信をしてしまってる私は。 T79 1700。本当に1700円。これで売っちゃおう。奥ヤバに一番ハマってる。ガスをぶちこ。リーメンズです。いや、いろいろそうやね。なんかフリーレン見たりとか、あとは、キングダム見たりとかしてるかな。タチさん、どうも、こんにちは。ありがとうございます。見上げ。ありがとう。破産する。破産、本当になくなったの？どこに行ってるんだろう？農場に。本当に？そうなんや。S4、シーズン4前に破綻する。破綻だって、破産。ケレベルアップ。好き。私、私の幸せな結婚っていうのもすごい好きで、ちょっとそれにキュンキュンしてます。
ちょっとそれに没頭してしまいました、この前。ずっと見てたもん。なんか、めちゃくちゃかっこよくて。かっこよかったの、すごく。キュンキュンしてしまった。キモいな、ちょっとな。私が、そんなキュンキュンするなんて。農場行きます。農場の封鎖にちょっと行ってこようかなと思います。イベントは、今のところ、全部、4月4日、ね。エッグハント。まだ、エッグハントは、あと10日間ありますね。んー。キュンキュン、あれキュンキュンってなるんかな？ちょっと行ってくるわ。ノラさんと行ってこようかな。ちょっとノラさんと行ってきます。農場で。封鎖やね。行くわ。次へで。設定がオンにしとこうか。これでいいや。ちょっとノラさんと、あ、ちょっと声を止めます。止めて。いやっていうか、ちょっと行ってきます。これは何やろ？私ちょっと分かってないねんけど、これ。レイド装備保険カードっていうのがある。使用決定後はその作戦でのみ有効です。脱出に失敗した場合、保険カードは削除され、持ち込まれた装備はメールで返却されます。脱出に、あ、本当に？あ、いいのかな？行く？封鎖ですよ。大丈夫かな？ロニョ。ちょっとノラさんと一戦行ってきますね。あ、いいの？としゆきさん、ありがとう。としゆきさん、320円、ありがとう。ひーちゃん、見に来たよー。ありがとう、としゆきさん。ありがとう。嬉しい。ありがとう。ありがとう。なんでワキワキ。はい、いいですよ。待っときます。私 MP5 で行く。なんでゾワゾワしてくる。ゾワゾワしてきた。ちょっと待っときます。はい。用意しといてください。でもいなかったら野田さんで行こうかなと思ってたんだけど、じゃあ行きます。今日も元気ですか？いや、見えへん。見れない。この鳥肌はわからない。これ、レベル105まで。レベル105。レベル105まで来て、この後行かない。なんか行くのかな。あと4ベスちょっともらっとこうかな。待ってます。960。これ4ベス、4ヘルだ。弾の方がいいんやろうけどな。ちょっと4ベス、弾もらおうか。弾の方がいいか。弾もらって、で、ベストをもらおうかな。4ベス。武器はいいのよ。武器200円。200。あと、これをもらっとこうか。んで、選択。これももらう。あ、450。200。これでいいかな。
何ベスももらっとこうか。もんでいいかな。もらいました。農場封鎖。狐狩りも行きたいけど、クイックじゃない。そこで言う？そこで言う？言いますか？サッチさん。ちょっと待ってよ。サッチさんは、サッチさんってなんて名前だ？ちょっと待ってよ。サッチさん。あ、じゃあ、タックマさんや。タックマ。タックマって書いて。タックマです。あの参加希望とたくまさんで、誰だ、たくまさん、あ、起動できました。装備してください。聞こえてますよ。あの農場封鎖行きます。封鎖です。今日は5000万。皆さんよかったら、あの、YouTube チャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。喜ぶんで、お願いします。喜ぶというか、はい。でも嬉しいです。たくまさんできた？あの装備、あ、はい、お願いします。農場封鎖。あ、そや、ちょっと声が入ってないね。こんにちは、たくまさん。声が入ってなかったね、私。こんにちは。こんにちは。お待たせ。ちょっと声をちょっとつけてなかった。お願いします。はい、やって。千万、な、お願い、あ、はい、待っときますね。うっさで値上げをし、食う。ディズニーの婚姻届買ってくる。そんなんあるんや、ディズニーの。すごいよね。夢がある。夢がありすぎる。ケース74。あ、タイラーさん、こんにちは。農場の封鎖に行きます。こんにちは。ありがとう。来てくれて嬉しいです。ちょっと、いつもより時間帯が若干遅い配信になってます。今日も楽しく行けたらいいです。嬉しい。来てくれてありがとうございます。おー、すごい花粉が舞ってるんやけど、皆さん大丈夫？鼻とかおかしくない？めっちゃかゆい。私は特に大丈夫？あ、若いからかな、はい、もし、あと、もともと花粉症じゃないんで、私。なんて？なんて？なんて？自分、もともと花粉症じゃないんすよね。いいやん。私、もともと花粉症やね。あるよ。そうなんすね。うん。今、空きあります。待ってます。はい。私ね、今ね、あの、昨日ちょっと上げたんだけど、マスター2まで行って、はい。で、
なるべくボットをちょっとください。なるべくボットが欲しいんですよ。アイラーさん。そうですか。ボット、はい、そうなんです。あ、そうですかって。そうなんです、若様。もう若様になっている。いいっすよ。全然お好きにどうぞ。ありがとう。とっても、いい方だわ。はい、インして、はい。お願いします。あ、代表さん、こんにちは。ちょっと農場の方で値上げします。それ言うなよ。アムロ。トイレの、なん そこで言うなよっていう感じ。エリバンさん、エリ。あかん、ここ。字幕がおかしくなっちゃうわ。もうちょっと丁寧に。先日極秘2枚目出ちゃいました。すごい。なんぼするんやろ。ちょっとマーケット見に行っていいですか？どこや？その他。何になるの？タクティカルアイテムにじゃないね。キーじゃないね。その他になるのかな？極秘文書ってどこにあるの？電子じゃないな。紙製品か。あ、これか。文書って。安いやんって、嘘嘘。どれになるの？コレクションになるかな？どれ？どこになるの？コレクション？コレクション？レイくんさん。ありがとうございます。どこにあるの？極秘文書、見たくない。ここやね、多分。これやね。私も見たことないから、なんかクエスチョンっていうか、なんか見たことないんよ、これ。800万やって。大儲けやな。買われへんお金ないから。これを買ったら私今400万しかないからさ。すごいな。先輩、チーム。おいちゃつはけれそうだったらお願いします。はい。カイラさい、ちょっとだけ待ってくださいね。ん。待ちますよ。カイラさん。いいちゃんもう一回お願いします。はい。もう一回。カイラさん。どうだ。よろしくお願いします。100万だって。じゃあ、さあ、代表さんって行何き本まし持ってょるの？う。出たらどうぞ。うん。代表さんって何本持ってるんですか？お願いします。60 万持っていかれるの？あ、そうな、売ったんや、やっぱり。私は売られへんな、嬉しくて。あと一人、いける方いらっしゃいますか？誰か、いける方、いらっしゃいます。誰もいなかったら、3人で。あ、ちょっと待ってね。設定を、何で行きオまフしょで。う。ちょっと待って。知らない人の紹介で、オフにしといて。あ、ちょっと待って。私、会長？あれ、どうなってんやろ。じゃあ、たくまさん、私にちょっと体調譲ってくれへん？はい。ああ、了解です。なんか、たくまさんがあれしてたから。私に体調譲ってほしい。はい、お願いしいいでます。すかね。うん、それでいいです。トマッチオフやろ？あ、はい、お願いします。参加希望と名前をお願いします。投稿価値は 37M です。私の倉庫価値は 17.8M。どう思いじゃあ、まこすのか？推理後でしよう。よし、いいよ。仲良いよ。倉庫価値なんかどこで見るんですか？ん？倉庫価値ね。自分のとこ行くでしょ？はい。自分のアイコン押すじゃないですか。自分のアイコン。たくまさんやったらたくまさんの。左の一番上のところ。
うん。はい。そしたら、あ、あるわ。あるやろ、倉庫価値って。私は 17.8。812.4。812.4。倉庫価値が書いてある。倉庫価値が 812.4。私、17.8。あ、そっか。どうなるどうなる、あの、コペパンさん。今思い出しましたわ。招待してる。新しい拡張ボックス買うために、金色のやつとかちょっと買ってるから。あ、だからかな？若様を守らないと。使ってしまえばすぐ。お願いします。ガスマスクをつけている。私ね、さっきね、配信する前に、ちょっとあの、鍵を打ったんですよ。鍵を打って、あの、テレビ局の鍵なんですけど、売れてるかな？ちょっと高く打ったんですよね。マーケットで、売却で。あ、売れてる。売れてるわ。自分のオファー。よかったですね。学室の鍵が213,163円で売れてる。よかった。買ったわ。誰か買ってくれたよ。めっちゃ嬉しい。ありがとう。用意できたら行きたいと思います。若様。AK74N 売ってんのも、誰も買ってくれへん。AK74? AK74。ぷんくらはなさん、どうですか？こんにちは。守ります。ぽっとくださいって言ってるの、若様に。ふんくらはなさん、どうですか調子は。今日、企画室のキー2個買いました。あ、では、あの、レイくんが私の企画室の鍵を買ってくれたのかもしれません。お買い上げありがとうございます。嬉しいです。お、全員 OK っすよ。はい、じゃあ行きますか。ゴーゴー若様、死にかけてます。ヨナシさん、ありがとう。1300万から800万でに落ちた。じゃあ行きます。お願いします。テーピンチつけません。お願いします。私もこのコペパンさんみたいにこのエースになりたい。早く。私、火がつくのが遅かってんな。なんか頑張って値上げしようとかいう気持ちがなかなかなくって、今シーズンもすごく値上げしたくて、ほんと言うともうエースに行ってもっと強くなっていかなあかんのにね。テレビに行ってた？たくさんで、指サックも買って、頑張ろうと思った。穀物取引所。取引所なら結構、スタッフおるから。向こう始まりの人が多分、と思う。俺もなんかそんな気がする。向こう始まり。もう待って、売ってきてる！待って、急すぎてビビったぞ、今。ちょっと待ってな。劇場上の、なんか SKS の前。めちゃくちゃ撃ってきたな。ちょっと、片腕やられたから。死んでないよね。死んないな。やりやがった。やろう、ぶっ飛ばしてやる。お待ちくださいね。入りました。ピーポーピーポーが聞こえます。B7 とかつけてないかな。救急車や。あ
私ダムダムやからな、ごめん。あ、入るわ。2階に入った。私近距離しかあかんからな。どっちから行こうかな。あ、くそ。だからあまり動かれへんな。2階にいてるから。南西からこう抜けていく？行きましょうか。うん。家の方行くわ。行きます。みんな撃たれてない？私が一応撃たれて。うん。手術は？ただ、分かるか。外傷も特になし。ダメージ食らっただけっすね。そうなんや。よかった。貨物にいる人、ねえ。じゃあ、ボット倒したかったからな。多分、あの感じじゃやられ、もう倒されてる。絶対見てると思うから、まだいてると思うわ。ダムダムやからな。やられてない？誰かやられてない？あ、ちょっと待って。あ、車線取れとってたか。ここは車線通すな。っていうことは、あの、2階の窓から見てたんだ。おお、おお。ダメや。近くまで来てる。でか。アイラさん。こっち側から。違うとこもくらえた。来てるわ。なんでこれするとき下しか見えへんねやろ。もう一回。ここから撃ってくる？これって。アイラーさんのところから行ってたから、回ってきてるのかもしれへんな。肉、Windows。そうやね、窓から撃ってきてるねんな。この、私の、クマさんが、今ちょっと装備回収ができんか。誰？オペパンさん。置かれへん。読みつけた。じゃろ、こっちか。でもこれ、こっちに回ってたやん。こっち側向いてる。ちょっと場所変えなあかんな。いや、飲み物と食べ物はその自分のバッグの中あるんで。うん、分かった。行ってください。ちょっとうろうろしちゃう。こっちもいてるし、向こうで挟まれちゃったかな。火炎瓶しかない。中にいろいろと入れてた気がするからな。あんまり持ってきてないという。
私たち動けないわ。そう、地に出るって言ってたもんね。に来たのがまずかったかな。今、多分、コッペパンさんの目の前に敵がいるような気がする。74。の右側から多分。ちょっと。たくまくんの下あさってる。ファームハウス。そうやり、ナイス。わ、うまっ。違う、似てたんだ。あと建物。建物ってここの建物？あ、穀物取引所。来てしまったから。穀物。ここ届けへんかな。無理か。無理やな。なんかおる。ちょっと。MP5 で何とかやろうと思っていた。ここに来てしまった。出るな。音が入った。ありかも。ちょっと裏に近づいた私。何人パーティーだったの？中に入る。ああ、もうサイトつけてきゃよかった。出ましたよ。わ、やられた。やられた。中入ったけどやられた。マジかよ。
脱してしまった。オペパンさんだけが2人いてた。ここがなかったんな、私。肉。逃げて、コッペパンさん。農場って難しいな。うまいなーって。木は1階にいてた。今降りている平さんとジャンさんが突撃したから生あさり入れとったらもうどっか移動してるかも。移動してもいいと思う。でもここやらんとあかんかな。2人の足音してたけど。さすが。敵が5層って言ってたよね。なんか、そうっぽい。これマップ見られへんもんね、今。5ヘル4層やった。あ、5ヘルか。だよ。一人はイケイケで走って、一人はスニークで動い。動いてる。えって、別れた、やってたんかな？チームかな？チームやと思いますよ。2パーティー。連携がうますぎる。おしゃべりしてるのかな？あの敵さんたちは。ロボット倒した。と、敵に、チームと思う。俺もチー音ムやが出と思てう。きた。うん。私たちもチームなんだけど。3人チーム対4人チームで4人チームが惨敗？ ああ、多分味方の死体回収しに来るの。頑張るんだっていうか、私が突っ込んだしまったから。あった、多分そこ狙う。戻ってくるか。ありがとう、コッペパンさん。これは仕方ないって言ってくれ。挟んギリギリ挟んギリギリかもな。相手、キャラコンうまい。いいっすか。
んかこのジャミジャミ音が相手の、私のも漁ってるわ。なんかダブナブンっていうのが、なんていうのかよって言われてそう。ちょっとするわ。おお、だいぶ警戒してるぞ、相手が。ナイス。きしょー。なんか安そうな、安そうなんて言っちゃった。さあ、相手はどう出る？うわ、なんだ今の、めちゃくちゃ速くない？めっちゃ速くなかった？キルカメラ見よ。すぎる。ああ、これは勝てんわ。あ、めっちゃうるさいけど。VSS やったんか。あ、VSS だったんだ。VSS で、M4 か。私、ああ。ありがとうございました。どんだけになったかな。ありがとう。来てくれて。自分 MP5 でやられてるっちゃ。本当に MP5 でやられた？秩序 MP5 ので爆回破し復のた。タスクに、なんちゃら、VSS。VSS で、マイナス45。なんか、そういう風に打てたら楽しまれへんねんけど。VSS。ありがとう。続けるで。ありがとうございました。ございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとう。私も次 VSS で行こう。ありがとうございます。VSS でしたね。あざした。ありがとうありございがます。とう、コッペパンさん。ありがとう。じゃあちょっと一旦落ちます。ありがとうございました。行けます。ありがとう。はい、戻ってきましたよ。ちょっと倉庫が楽になったかな。もう MP5 持っていかんとこ にしようかな。ここで武器をすごい考えてしまう。AUG。ブローザーにしようかな。でも VS、あれ VSS 持ってるってこと、私も VSS 行こうかな。弾を、そうしようか。弾を。これで行こうか。VSS。4スコ、4スコで行く。うん。これで行くか。VSS。わ、これがあるね。で、グリップ。4。4.8、L5。リコイル制御。一番いいやつ持っていこうか。これでいいかな。L5。4。これにしようかな。あ、違う。あと、上につけないといけない。3した？ 3 してしまった。4スコホロで、ファイト。これは練習場に行かないという。です。どんどん下がっていくぞ。グレーダーで。また新しくなってる。
そうやな。ごめん、ごめん。私のせいや。私のせいや。もう、この安いのにしようかな。どうせ行くなら。農場コイックでも行けるんやけどね。でも。AK しかなく。長いものが AK しかなく。な、どれにしよう。サプライついてるからこれ、ね、持ってきたくない。本当にアーマーがなくなった。とてじゃあインポスターに行こうか。上マルチ、ラップシンプル買おうかな。なんかあんまり買いたくなくて、装備大事にしときたいという、装備五段リーグを買っていこう。さっき売ってしまってんな、実は。また買い戻す。シンプル、もうこれ、ラップシンプル買っちゃった。まさか私が買うとは。装備で、修練がある。で、行こうかな。このトレーダーの人。安心してました、私。9.39。PAB ってやつ。9.39 の PAB。どんなやったっけな。PAB ってやつやん。PAB。あ、これやな。これにしよう。これにし。210発。7350。どうやった？かっこいいな。はい、お願いします。いや、バックな、ちょっと、やっぱりエイムピアサルトちょっともったいないかもしれへん。ちょっと、このちっちゃいやつにしよう。買うのやつ。はい、バック。減ったわ。ノース行こうか。急にノースにする。農場とかも行きたいんやけど。ノースにしようかな。農場やっぱり難しい、すごく。クイックでも、農場クイックでも、ありそうやけどな。農場クイックやったらいけるかな。ちょっとやっぱりノース行こう。例えば外周にしたいから、ノースリーチの鍵はあんまり基本持っていかないね。持っていっとく。ラウンジのプライベートルームだけ持って、あ、これ一遍使ったからな。これはシート2番。どうこの木。もうか、ラウンジと。あのスリーチやね。やめてー、やめてー。普段持って。奥。火炎瓶。で、これが、有効距離が60しかないやね。どうしようかな。有効距離が60やか、4スコつけてもあかんね。ちょっとやめるわ。4スコをちょっとやめとこ。4スコつけるのやめといて、ちょっと考えるわ。
ノース外周やねんけど、ノースコで行くって言ったらちょっときつい VSS 無理かな。2.5×5 ってどんなんやろ。これってつけれるの？つけられへんの？なんかアタッチメントいる。ノースコは？ノースコ。これはいけるんか。ちょっとだけ練習場行ってみよう。ごめんね。ちょっと。無理やな。ちょっときついね。これ私、何つけたっけ？4スコ。と倉庫に行こう。S ケースの4スコつけていってる？あ、そうなん？うん、あ、そうなの？スケースどうかな。これをつけてしまうという。2.5 の5ってどうなんやろ。 2.5 これってつけれるんかな。つけられへんな。ちょっと倉庫配信になってきたわ。4スコ、2.5。これはまた違うサイトがいるんやね。つけるやつ。つけようかな。フォローで行く。ああ、そうなんやね。VSS で、じゃあ、プロに変えてみた。どうやろ。手があるかな。ブレる、めっちゃブレる。おい、大変。合わせるのがまた一つ一つやもんね。いけるかな。いけるかな。いけるかな。何に帰ります？帰ります？何に変えます？ストック、多分これでいけると思う。売れてしまう。あの方に行っちゃう。サプライ、ダメだ、ブレちゃう。今一つやな。そう、もう一つのストックがいいんやろうね、高いやつ。これじゃなくて、エルゴが52やから。あまり使い慣れてない私、 VSS を使い慣れてないやつを訓練に戻る。戻ろう。ちょっと戻る。戻ってきた。
この VSS を。ストック、こっちにしたらどうなるやろ。こっち7やろ。 L5 が、やっぱり高いよね。 VSS もっと1万8000円、買ってみようか。VSS ホテル内入ってレート勝負した方がいい。ああ、なるほどな。ああ、そういうことか。どうかな？これを買ってみようかな。こっちでもいける？一緒かな？でもだいぶ変わるな。エルゴの。これにしとこう。少しブレるかもしれへんけど。ホテルな。ホテル行ったらな。なんかすごく悩むな。お、レアゲ。ホテル行くか。ちょっとまあ外周行って、で、ボットを倒します。ボットを倒さないと。あとはちょっと持っていこう。少し持っていこう。ニック、ありがとう。水とお菓子。これでいいかな。これね、これ持っていって、手術キット持って、LP 持って、で、これでいいか。こんなもんかな。30発手に入れて LP。 ちょっと切るだけしに行くという。で、本屋持っていこう。本屋この装備で行くね、もう。なんか、4ベスト、頭抜かれたら終わりやけど、行きます。ちょっと、マスター、あんまりこれにこだわりすぎると、また良くないからな。何しか楽しく利上げをできたらいいかなと思います。じゃあ、方いらっしゃいますか？え、どうするんですか？教えて。レイドに持っていかなあかんっていうのは聞いてるんだけど。教えてもらおう。え？安全コンテナに入れる方法？安全コンテナ入れられへんで。あ、そういうことか。それでなくす方法があるっていうことやね。それはいけるんだ。分割にして1と。と59。これは何の話？ 1 と59。59の方はサプライ消えます。とりあえず
と59になるから59の方はサプライ消えます。59って何のことやろ、私が分かってないかな。分割した玉がサプライ消える。あ、そういうことなの。そういうことなんだ。すごいな。そうなんですね。なかった。そうなんですね。ありがとうございます。1と59。この玉はいけるの？30発分割したら、このサプライのやつが、サプライっていうか、この 9.39 の勢力の玉は1と59は忘れてください。わかりました。30発分割したら30発安全コンテナに入れれます。じゃあこれを分割して、あ、30と59ってなるから説明してくれたの。30とこういう感じ、こんな感じ。これでもサプライに入らないでしょ。サプライじゃないや、安全コンテナに、レイドに持っていったら、これって、どうなんやろ。これはいけるんかな。もこんな感じ。あ、そういうことだよね。あった、ありがとう。じゃあちょっと試してみよう。 OK やね、これで。じゃあちょっと行ってみます。ノース、ウーサに怖いわ、殺しは。ランク、まず持って行ってから安全コンテナに入れる方法です。じゃあ先に、まあ、60発するじゃないですか。でレイドに行った後、分割すぐにして、で安全コンテナに入れたらいけるっていうことかな。30発。このサプライ品がついてても大丈夫っていうことやね。そしたら、ありがとうございます。じゃあ行きます。そうなんや。そうなんですね。あと、行く人いますか？行く人いますか？行く方、私弱々ですけど、行ける方いらっしゃいますか？嘘。1と59に分割したら、そうなんや。59発、1と59に分割したら1発は入れられないけど、59発はコンテナに。あ、ありがとう、代表さん。じゃあ、ここから分割しとこうかな。これいけるよね、分割して。これを分割して、こう置くやん。1と59で。で、59発をコンテナに入れられる。最初からちょっと分割しとこう。いいこと聞いた。でもさ、どうなんやろ？こんな感じでいいんかな？ 19 発。試しにちょっとやってみるわ。
ちゃうの？わかった。向こうに行ってからしろということやな。わかった。ついここでちょっとゆっくりできるかなと思って。レイドに行ってからやね。いや、ノースに行きます。ノースレッジ。代表さん。うんうん。わかりました。インポスターでもやられた？サチさん、また後で行きましょう。インポスター行ってみようか。あ、よかった。こういう感じですね。すぐやります。すごい時間かかりそう。ありがとうございます。ここに入れていく。いけるかな。ちょっと安装備でいくのだ。ナイフ一本で農場潜ってくる。本当そうですかね。やってみます。ありがとうございます。そうなんや。やった、いいこと聞いた。いいこと聞きました。ありがとうございます。では、他に行かれる方います？二人でじゃあ行きましょうか。お願いします。設定で。どうもちを。出ていいかな。代表さん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。お願いします。安いヘルメット。はい。僕も安い。大丈夫ですか。じゃあちょっと外周を行きながら頑張ります。お願いします。ではスタートします。ノースリッジ通常が魔境化してるのにはびっくりした。え、そうなの？魔境化してる。行くね。え、どういうこと？ノースリッジの通常最近出ない。ホテルも行くよ。とりあえずホテル受け入れたら行きたい。でも2人やから。これはあの換気扇の音ですね。鳴ってますか？鳴ってます。消し忘れてなんかあのなんかあーっていう音が聞こえるの。わーって音。すみません。え、嘘。P7 も違うの？ノースリッジの通常はもう最近全然行ってないから分かれへん。常ばっかり行ってる。どんどん。キャンプサービスか。でもちょっと回っていきますか。ぐるっと現状から回ります。通信局に来る。でそう、特にやられないようにしたい。でも脇に気をつけないと。ちょっとこの上行っていいですか？上の塔のところ。売れるやっぱり。赤。
だ。銃声聞こえたかもしれんけど、今ちょっとリードで待ってね。これを分割する。1発と59で、こんな感じ？違うか。やり方ちゃうな、私。こうして分割して、あれ？ちょっと待って。分割で、一発分割して、できへん。違います。逆？分割、逆？違う？やり方が違う。なんか分かれへん。59にしたで、私。59にしてるんやけど。59にした。分割。分割して。ターゲットの位置にドラッグする。あれ、ならない。バッグの中に一度分割して、する。で、59発を中に入れたらいいの？一番右にする。こうか。あ、こういうこと？一発だけ入れれるってこと？これ？こういうこと？ピポ？こんな感じ？59発出したらいいんじゃないですか？分割。59にして、うん、ちょっと待ってね。分割の画面にして、分割した、分割画面で分割する。ごめんね、レード中やのに。59発にしたらいいんじゃないですか。あ、一番右にするのか。あ、OKOKOK。あ、そういうことか。こっちにせないとダメってこと。59。あれ？待って、なんでやろ。分割。59にした。ん？59を一回バックに入れて、うん。60発やん、これって。って、あれ？ PAB になってる。この場合58。ちょっと待って、この。57。57でいいんかな、こういう時は。分割して、この57がサプライついてるんやけど。なんか意味が分かれへん。私なんか違ってる？分割して、このサプライがこっちに。あ、ほんまや、できたわ。あ、ほんまや、すごい。わ、すごい。こんなことができるん？そういうことなんや。あ、やっとわかった。言ってる言葉が。すごい。あ、ほんまや。すごい。すごいな。ちょっとびっくりした。すごいやん。ちょっとごめんな。びっくりさに私はびっくりしてしまってる。すごくない？おー、すごい。初めて知った。こんなことができるの？やば。じゃあさ、このサプライマークって外せれるんや。そんなことじゃない？サプライマークを消せれるっていうことじゃない？これ。ねえ。これ、バッグの中身さ、次、新しくなるとか言うやん。残してたらダメとか言って。すごい。
ちょっとごめんね。代表さん。私はびっくりしすぎて。と 本当にびっくりしてるの。本当びっくりした。やばいね。これ、置いてきてもいいぐらいやね。本当に。ええー。ちょっと、ごめんなさい。理解できなかったけど。すごい。すごい。32分だ。すごいブレるっていうのが分かった。VSS。ないな。GH。ああ。ちょっとびっくりしてる、本当に。ありがとう、教えてくれて。無理や。やっと分かった、言ってることが。どういう意味かなと思ってたけど。なんでこのサプライマークが消えるんだろう。サプライっていうか、これ消えるの？これはバグ？あ、AN94 だ。フルブレーキがあった。いや、普通に持っていこう。これ AN9 いります？いらない？サプ。いや、すごい、すごいよ。CPU や。え、すごいね。ちょっと感動したわ。ちょっとっていうか、もうだいぶ感動してる、私は。すごいわ。ほんとすごいよ。全部開けたよ。夫の荷物だけ持ってきていいですか？これね、閉じとこ。荷物。あ、ラップシンプルちょっともらっていこうかな。好きなラップシンプル。すごいね。すごいね。これ知ってるって。やばい。本当に。いいか。よし、これでいいぞ。わあ、なんか、すごい発見ができて嬉しい。ありがとう。ずっとここにいてるという。30分。どうしますか？じゃあ、炎キャンプサービスから銃声聞こ、あ、なんか足音する。来たかな？てるな。出るよ。あ、この爆弾投げ。あ、間違えた。パンしか言わない。ちょっと、本当にびっくりだ。出てきた。あ、違う。代表戦やった。なくなったな。あれでも人間ですよね。なんか一つですだけね。足音。VSS 使いにくいな。もらったやつ全部売っちゃおう。
いや、もらったとか敵からもらったやつね。ちょっと回ってくるかもしれへんな。ここに来るとは思ってなかったよ。もう火炎瓶一つ。移動しよう。今移動したら危ないか。通信局行きたいけど、通信局じゃないよ。この、キャンプサービス。行きたいな。ないな。ないですね。ジャンプして。逃げた。いやー、どうですかね。なんかどっかで木炭行ってたんですよね。あ、本当に？キャンプサービスに引いたかもしれないです。キャンプサービスに似てるかもしれんな、逆に。セブン、あ、強化してるのか。あれへんもん。キャンプサービスに近寄っていくという。修正がしない。修正しなかったの。ですね。ねえ。ちょっと入ってますね。あ、本当やね。入ってるわ。あ、おるな。今やり始めたか。多分そうですね。うん？これはボス？ボス？さん、こんにちは。私、逆に見とこうかな。あ、ここの中にいますね、多分。このこれやね、この建物やね、うん、多分っぽいっすね。うん、1人、2人、3人。あ、ボスだこれ。25分。あ、行かない方がいいです。やられた。同じとこ来ちゃった。なんか座ってる人いてたな。多分そこ、頭の中に隠れてるんですよ。あ、おった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 。述べられへんか。あ、座っててん、敵さんが。うん。また見に来る。どこ？バスの方いたわ。バスの方いてる。インドっぽいやつ。ちょっと爆弾投げた。バスの方にいます。やられたらいいのに。ボス、ボスにやられろと思うわ。
この中ですよね、一枚は。そう、ね。そうそうそう、ここら辺、あの、バスのところ。バスのとこに移動して。どうしてる。壁際におる。アンビ投げた。なんかちょっとあのヘリコプターみたいな感じ。じゃあリロードせなあかんな。ごめんごめんごめん、ありがとう。食らってる相手。したところみたいやけど、まだいてるわ。ここにいますね。うん、あ、ごめんごめんごめん、逃げて代表さん、逃げて。ちょっと私セーフ、ごめん。あ、オッケー、逃げてって言っちゃった。ごめんね。ドアもなくなった。潜水入れた。弾は込めるわ。こんなで。一発。どこや？回ってた外に。嘘。奥の壁のところですね。奥の壁、死んでた？あ、なんか来てるの。弾を入れないと。もうこんな近くにおったよ。もう近すぎ。やったやったぞ。やったやったぞ。やってなかった。目の前におると思わへんかった。ご対面やったわ。ご対面やった。MP5 にやられてる、私。もう、MP5 やった。よう頑張ったな、相手の人も。よう頑張ったな、っていうか。あ、さらばじゃ、でもさ、わかった。あの、よかったわ。あの、よかったわ、っていうか。手に当たった。MP5 のダムダムにやられた。ダムダム。ダムダム。こんにちは。装備が戻った。ありがとうございました。ライフさん、またお願いします。いえ、ありがとうございます。はい、またです。ありがとうございました。はい、落ちます。ありがとう。難しいな。またこれを見てしまう。で、まだマスター2やから。2で、どうにか、まあ、いけると思う。いけるかな、やりたい。
さっきのやつ、まや入ってるわ。もふもふさん戻ってたわ。すごいな、これ、玉。まあ、ちょっと VSS はいいんやけどさ、いや、よかった。まさか、この中に、すごいね。あ、入れんかった。出してしまったけど、まあ、ちょっと裏技が分かってよかった。次は、本当に、あれ、入れときゃよかった。と、またするわ。トレーダーで、クローザー持っていこう。クローザーにする。クローザーが一番、なんか悔しがりそう。敵が。クローザーかよっていう感じで。サプライ品が、2個買おうかな。マガジン発、これはちょっと、消しまう。そうよね。たくまさん。じゃあさ、まま置いとけばよかったっていうことやんな。そしたら。クローザーサップつけていこうか。なんぼするんやったこれは。まあ、いいや、あとで、ちょと。あとは、ここで。ねえ、マズル買って、これはこのままでいいや。ついてるやつでベースをクローザーにして、どうしようかな。距離70メーター、70メーターフォローでいいか。ニスコつけたいけど、ニスコが高くて、ニスコ高、またフォローにしよう。フォローが大好きなので。あ、違う。え、これだけやったっけ？違う。倉庫に移動。違う。これじゃない。もう一つなんかせなあかん。まず。ベースで、ロックだ。これだ。よし、これにして。で、またグローザーの弾を持っていこう。4ベースに、バッグを、安いバッグにしよう。マーケット。トレーダーで買おうかな。安いやつにしよう。ムーバッグでいいかな。1800円。3000。あ、買おう。普通に買おう。で、あとは、リグやね。リグを、ちょっと安いのに。4800。普通に買った方が安いな。高くなってるじゃない。200円。ムバック。弾ないな。3ヘルにまたしようか。ローリグ、ラプチンブル。これでいっか。頭が、頭こっちに、頭あかんかな。この3ヘルをかぶっていく。300でもっぺんやってみよう。で、なんか負荷って書いてた。で、お金ないんかな？私。でね。
る？あ、もうないの？なんちゃら、なんちゃら不足ってなってる。金ないんや、もう。金なくなった。金がない。25円しかないや。5しかないや。いや、普通の玉じゃないとあかんねんな。7N9 にしよっか。これこそ、6ボックスに、6ボックスじゃないや。このコンテナに、ここに入れていかないといけない。ねえ。ボタン持っていく。便利行こう。ですね、そうでしたね。これも、これは変えましたよね。で、これを置いて、いらんかな。いや、セット1個でいこう。陣痛を持って。箸と、お菓子と最低限のやつしか持っていかない。お菓子と、水。ありん。そう。はい。これを、今いけますよ。カシャカシャさん、カシャカシャさんいけますよ。今待ってくれてるのがベンゼンさんとタクマさんとわからないもんだ。そう、大丈夫です。じゃあこれをまた分割して持って帰ろう。そうしよう。はい、お願いします。で、本屋持ってとか、足いらない、支柱感もいらないな。本屋が大きいんだと。これだけにしとこう。本当に最低限の装備でいく。筋力剤を。これやね、これやね。こうしとこう。で、でこう。じゃあ、もっぺん行きます。体大丈夫かな？ちょっと健康状態。クイックして。長生きをしたい。まさかあそこにいてるか。着替えた。スタートで。スレッジ、ふさ。ベンゼンさんやね。ありがとう。ベンゼンさん。サチさんも用意できますか？どうかな？エンゼンさん。そこから、用意しといてください。クマさん。タックマさん。あ、これ、わからない問題。
なんかノースの、通常ノースは T7 がはびこっていると聞きましたが、本当でしょうか？飛べなくなるね。なんか怖いね。なんかそこに出ると。いけますかね。と当てるわ、ちょっと。今度はグローザーで行く。あっちに。金がないので。前は結構もう使えへんかなと思って、弾とか持ってたんやけど、なんか、また続くと思うんですよね。このグローザーとか。また出てくると思うので、シーズン4でも、またこの勢力のお金が出たから、ずっとは使えると思うんですね。消えるのかな？消えると書いてる。はい、2回目。次は、ホンビノスさん。お願いします。お願いします。用意はできてますか？一応。はい、お願いします。さっき、ナイフ一本で出る言うたじゃないですか。はいはい。どうでしたか？その時に、たまたまコンストラクターと鉢合って、棒にして装備手に入れました。うん。あ、すごい。ナイス。おいやん。そうなんですよ。かわいい子、相手かわショッいい子トじゃガンなだったいんで。ですか。若様と言っています、皆さん。コメント欄では若様と。若様と言ってください。この方、たくまさんを。様と。コメント欄ではって。ん？ YouTube のコメント欄ではね、チャット欄では、若様と言われて。うん。いつからでしたっけ、そうやって呼ばれ始めたいや、俺。最初からですよ。最初から、若様って言われてる。最初は1戦目ぐらいからでしたよね。そう、うん、そうそう。だってもう若さまもこの言い方。行 きましょう。用意できたら。若い、そう、若いね。若さま、若いから若さまになってる。声がね、なんか、すごい、いいですよね。なんか自分が若いからっていう理由だけで。いや、いいんですよ。若さまって言われてるから、いいんです。高全然校で生きのてない。俺には刺激が強すぎるって。じゃあ、用意できたらお願いします。へい。はい、じゃあ行きましょうか。はい、用意いいですか？出ましたか？無事に帰ってくることを祈る。じゃあ行きます。スタート。今回はヘッドセットもつけてきた。分かった。じゃあもうついてるんよ。今回だけはやる気や。なんかこの若様は iPad でやってるらしいです。ノースリッチか。ノースリッチ。このわからない問題さんのこの猫ちゃんがめちゃくちゃ可愛い。
ホテル近い。ホテル近い。向こうのチームと掛け合わへんかったらいいけど。ホテル行きます。え、ノースで行くなら。ちょっと待っとくれ。本当やね、いてるね。流星聞こえるわ。もしかして。たくまさん。おお、待ってくれ。今もうやり合ってるわ。喋ってるよ。バグちゃうかな。バグかもしれん。Understood.爆弾があった。みーちゃん喋ってるよ。バグやと思う。来るな。もう聞こえねえんだよな、みーちゃんさんの声。私の声聞こえへん？ちょっと待って、声が小さい。何度？オーディオ。あ、これがどう？聞こえる？どうですか？聞こえますか？聞こえてる？どう？ちょっと小さい声。マイク？どう？どうですか？聞こえた？しょぼいところ見に行くね。あ、そや、これベクターのやついらないな。聞こえへんのかな。2発いいよ。できた。あ、やられた。やられちゃった。やられてしまった。やられた。ちょっと弾の整理してたら、1階のところで。やられたわ。そこで。弾を。弾をやってたら、やられてしまった。声聞こえへんねんな、じゃあ。死の死んだとこでやった。ここでそこに来てたからな。どうかな。2人ぐらいおったわ。みんなな、あの喋られへんと思うね。あの家の事情とかで。
ナイスや。そう、この人やわ。この人やと思う。りょうさん。あれ、2人だけ？わからない問題さん落ちた？そう、ノースに。あれ？ 3 回ゴスを着たテクヒーター。死んでしもたわ。ありがとう。インしてるのは知っててん、りょうさん。チーム組んでるなと。一発屋さん、こんにちは。こんにちは。屋さん、ありがとう。ブロザーと、あ、ありがとう。伊沢さん、すごい久しぶり。ナイフ持ったまま。この人はもう取られてるよな。いやー。マンタなんか来たね。いった。いやでもさ、ちょっと倉庫っていうか中身見てたら、あ、向こうから来てるとは。私ご対面が多いわ今日、本当に近くで。ご対面、そこ行きたい。次もノース。どこにしよっかな。ノース、どこが値上げしたしやすいかな。トミーさん、封鎖です。封鎖じゃないと。どこが値上げしやすいかな。農場の、農場がいいかな。さっきすぐ死んだから、なんかシュンってなってしまって。ちょっとごめんなさい。ちょっと咳する。私の声聞こえてなかったよな。高橋さんは。私もそう思ってん。で、ホテルに行ってしまったという。ホテルに行ってしまいました。浮いてるな。3階の金庫部屋で、3階にご葬儀。なるべくスニークで行った方がいいかも。じゃあグレー入れます。ない方がいい。二人いてるな。ナイス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 。もう一人来てるわ。
でもあれボットではないよな。ナイスだ。服大丈夫ですか？なんか私見入ってしまった今の。ノースならホテル行くのが一番いいんじゃない？何今の？なんか別のとこから足跡が聞こえたね。左階段下クリア。廊下クリア。はい、さすがです。交互で見ていこうかな。では何やったんやろ。人グレネード持ってないっすか？階段の上が怖い。持ってたんや。私スカーいいと思う。スカーも使いやすいよね。ありがとうございます。ミス、ありがとう。なんか、ああ、違うんか。大丈夫そうやな。階段上クリア。ナイス。赤様頑張ってる。でだけ下がった。40ぐらい下がったかな。若さまね。若さま。ボットやね。スカブやね。での私のグッズがすいません、ベンゼンさん。奥側にグレナげます。なんか見入ってしまうわ。私喋られへんようになる。出ないな。出ないね。なかった。大丈夫せ。出ないね。案外は行ってなさそう。ラウンジの飯を食べる。で食べる。一人死んでるな。あ、この
この人があれか、わからない問題さんかな。違うか。ナイスだ。方がこういうふうに見れば。見方が。あ、鍵が開いてるんや。この鍵買ってん、この前。私、開けたくて。この人はスカブやな。レア系、レア系。難しいな。鍵持ってる？タコマ。うまくんだって、若様は。下にカーボがいてる。ないこと逃げる。ミス。OK。部屋、ああいうの出るかな。ああいうの出た。鍵は開いてるわ。かな。開いてるね。足の声小さいんかな。どうなんやろか。まあ大丈夫かな。聞こえてる。いけるかな。大丈夫、声聞こえてますか？皆様。あれ聞こえてないのかな？聞こえてる？ベンゼンさん聞こえる？うん、あ、ありがとう、よかった。
ナイフでいく。なんかこの人も手が上に上がってた。江藤に一人かな。江藤に一人、一つ足音がする。練習室があった。聞こえておりますか？ありがとうございます、トミーさん。でも鳴ったかな？ごめんね、ちょっと。よいしょ。もう一人。なんか、三つ足音が。会話機あったらいいけど。人間かな。なんか変な動き、3人いてる。誰やってる？るか。どうやったらいいんやけどな。とか、ハブや。ハブないな。3人ぐらいおった。ちょっと、マイクだけ止めます。ちょっとお花摘み行ってきます。待っててね。ちょっとすぐ戻ります。
待たせ、ごめんね。お待たせしました。戻ってきた。ナイスナイス。頑張れ頑張れ頑張れ。弾がないんか。頑張れ。ナイスナイスナイス。よかったよかった。アボが出てきたよね。あ、弾をあれせなあかんな。リロードせなあかん。弾入れなあかんね。あ、一人来た。走ってきたぞ。人間っぽいな。アボか。泣いた。でも、もしかしたら、エリートスカブがいるかも。エリートインポスターが。なとこで初動で死んでしまうとは。する。やりますか。応募しましょう。あ、そっか。どこですかね、帰還場所は。ケースとかちょっとあさって11分 ちょっと誰か待ってもらっていいですか。もうよかった。帰りましょう。時間はどこなんだろう。期間どこですか。帰りましょう。期間はどこなんでしょうか。聞こえてないんかな、私のこと。聞こえてないんやわ。でも、ベンゼンさんは聞こえてるんやわ。そういうことやね。ナイス。湧いてきたかな。なんか金庫開けたっていうので、めっちゃ上向いとったな今の。見てしまったわ、上向いたあの株を。上向くんやね。通信局あたり行ってみたいな。通信局じゃないや。通信局と、それから、行けたらやけど。あ、あ、びっくりした、びっくりした。ナイス。湧いてきてる。この人。展望台の方も行ってみたいな。ナイス。若さま移そう。ちょっと離れてる。でも帰れそう。9分やから。帰るね。大丈夫そうね。
ちょっと用意するのに時間がかかるわ、私。次はホンビノスさんとリョウさんと一発屋さん。次リョウさん次ですね。次いける。うん、オッケー。グローザーの、うん。グローザーの玉をちょっと入れてるから。コンテナの中に。だからそのまま持っていこう。うん、わかった。レイド終わらしてきて。でも私も準備かかるから。お願いします。はい、はい。値上げ、難しい。テレビ、あ、テレビ局いてんの？すごい。テレビ局いてるんや。テレビ局なんですね。アブだ。無視してもいいかも。もう少し、100メーター。うん、頑張れ。50メーター。ありがとう、ベンゼンさん。ブローザー持って帰ってきてくれてる。どいてるね。ナイス。それでだいぶ上がったんじゃない？ベンゼンさん。よっしゃ、帰れる。あった、帰れたやん。よかった。スパイト。次頑張ろう。うん、怒ってる。ヒルカメラ見よう。どうやって来たんやろう。私ちょっと私悲しいわ。あれ、他にも見てたんや。悲しいわ。あ、キルカメラまだ見てる。いやいや、戻るにしよう。あー、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったよ、今回帰れて。私も帰りたい。全然帰れてない。AKM でやられたんか。あと。よかった、楽しんでくれてよかったです。またお願いします。バイバイ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
用意します。ありがとう。アプライ変換で。まあ、ありがとう。こんなたくさん持って帰ってきてくれて。ローザ、買収。用意します。装備をまた、だいぶ空いてきたかな？装備。結構空いたな。ちっちゃいバッグで行こう。あ、よかった。これはサプライ変換でついてるわ、コンテナの中に。不思議やね、これ。不思議なやり方やわ。クローザー50発。シンプルを買うと良くないのかな？トレーダーで。防弾陸ってどうなってる？で、買え、3万8000円か。高いな。これは？ 1 万3000。もう普通に買いましょう。ヘルメットまたこれにします。そしてベストは3ベスでやっぱり4ベスにしよう。一つな、あったやねんけどな。ベスト、あ、5ベスになるな。ベスにしよう。これだ、また買っちゃうという。3000円、一緒やね。買おっかな。楽しかった？あ、よかった。あと楽しかった。あと行くとこんな感じになるね、モサさんと行くと。あ、大丈夫ですよ。持って帰ってきてくれてるから大丈夫。レグを。どうかな ?B3 の。545か。50発持っていこうかな。あ、やっぱり不足してるんか。ちょっと。ああ、普通に持っていこう。だよな。よかった。これを外そうか。で、この中に入れていこう。全部で、159発。爆弾と。これでいけるね。どうしようかな、3つと。持っていこう。水。ちょっとちっちゃいバッグ。呼吸と、それから、これでいけるか。とはタオリ。これでいきます。体は大丈夫かな？もう戻ってるね。だいぶ時間経ったの。じゃあ、呼びますね。ホンビノスさんと、出せ。で、りょうさんは、帰ってきてるね。一発屋さん。久しぶりの一発屋さん。
トミーさんね。お願いします。お久しぶりです。わあ、すごい。D7 つけていくの？すごい。お願いします。3人とも頑張れ。私もやで。私も入れてや。4人とも頑張れ。4人とも頑張れにして。私も入れてや、そこに。お願いします。お願いします。どうも、若くてピチピチな始めたての本ビノスガイです。本ビノスさんをありがとう、みんな頑張れ、ありがとう、気使ってくれてね、あのサチさん、ありがとう、お願いします。久しぶりです。元気ですか？元気にしてますか？体調崩して入院しとった。あ、そうなん？あ、ほんまに大変やったよな。 いなかった間。うん、そうやったんや、うん、頑張ってたんや。そう、そうなんや。あ、ほんまにどうしてるんかなと思って。最近顔死にかけてた。危ないや、危ない。でも体調戻ったんや。じゃあもうだいぶいい。うんうん、ありがとう、サチさん、ありがとう。すごく礼儀正しい、やっぱり若様やわ。若様、礼儀が正しい、とっても。嬉しいぞ、私は。大丈夫、声でかすぎない？うん、全然大きくないよ。大丈夫。普通に。うん、どうなんやろ。みんなにはどういうふうに聞こえてるのかな。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？いけるかな？私の声がでかすぎるかもしれない。どうやろ。ちょっとなんか喋ってくれる？調整するわ。いけるか。大丈夫ね。うん、大丈夫そう。大丈夫ですか？大丈夫ですかね。ちょっと大きかったら、大きかったらちょっと調整するよ。キーセリフに入ってるんで、一応サプライは外れてます。うんうん。あ、そうなん？おー、すごい。なんで、あの、もしくっついた状態で死んだら。うん、持ってきたらいいね。お願いします。りょうさん、さっき稼げたんかな、テレビ局。どこで出上げ？って何？ん？つねがり以外にもいるの？なんか、あの、通常ノースでもいてるんでしょ？今ノースイッチやったら、だいたいよく持ってきます。いやいや、こんな人と、なんか敵に出くわしたくないよ。同じチームだったらいいけど。キーセ持ってたら、もう。だいぶアドバテージになるんで。怖いな。一個持ってるけど。テレビ局しか行ってないからわからん。そうなんや。テレビ局行ってないな。怖くて行けてないわ。T7 もういないもんな。テレビ局は。テレビのあの、うん、あそこイエローカードの、うん、あの何、イモリが強すぎる。ああ。なんか分かれへんね。私分かってない。ディレクター。あ、ディレクターのところ？うん、ああ、うん、なるほど。ディレクターオフィスのところ。うんうん。社長室。社長室のところやね。一番いいところやね。抜かれるとこやね。だからもう、テレビ局はもう芋が強い。なんか怖いわ。はこれは長いやつで M110 で行くという。りょうさん、私もな、なんか竹だ竹、ほんとやな、竹やな、竹で行くんだ。何で行くのこれは。竹のなんかサプが竹っぽいもんね。 M110 ね。うん、 M110 っていう、110なんか呼び方いろいろありますよね。M10 っていう人も多いし。ああ、いろいろ言い方が。M10 か竹派、どっちか。竹。うん、竹。あ、竹って聞こえた、自分の声が。あ、俺が。あれ？ん？俺が？あ、俺が。あ、そっか。なんかさ、タスク後ろに、なんかタスクっていうか、あの YouTube の、なんか置いてたら、声って入るのかな？うん、YouTube の方流してたら
うんうん、音入るでしょ。音入るの？裏でこうタスク切るやん、ピュッてシュッて、うん、タブ開いてたら、タブ開いてたらやっぱ声入るんよ、すごいね。あ、じゃあ行きます。でも再生されてないけど、表示してた。じゃあ行くね、お願いします。いい、なんかいたずらしてハウリングするのね。え、はっきり2回聞こえました。はい、聞こえた。あ、ごめん。うん、いいよ。いいよ。はい、セーフね。画面拭いてたら触った。あ、ほんと？行きましょう。一発屋さん、頑張ってね。頑張ってねっていうか、じゃあじゃあじゃあ、療養から帰ってきたから、嬉しくて。まだ休業中だから。一発屋さんも声出してないから、ワンチャン。あ、りょうさん、声出してくれた。そんなこと言ったら、ここ全員バイザーついてないから、ワンチャン。いや俺はちゃんと、俺はちゃんとあれですよ。そんなもの持ってこないですよ。コンテナになんか入ってないですよ。え、嘘やろ。コンテナ入ってんちゃうんか。入ってんちゃうか。その言い方は入ってる。コンテナなんかに。こんなノースリッチでバイザーつけてなくて。ありがとう。皆さんファイト。そういうことか。なんか、あ、持ってないよ俺は。俺は TS 持ってない。もしかしたら見たらなんかあるかもよ。もしかしたら。さすがに TS 持っていくなら6層来る。いや、なんか探してるやん。でやろ。でやろ。この人はつけてるやろ。りょうさん見ようと思ったけどなんか。いや、つけてるやないのよ。もう、スパッツ。さあ。ノース。いや、パラレル持ってるんやけどさ。なんか、やってる人とやってない人がいてるから。ありがとう、サッチさん。サッチ。ありがとう。サッチにしようもこれから。ハイブでやってる人はさ、ディスコの方が多いんじゃない？ああ、ディスコの方が多いかな。私、ディスコであんまり喋ったことないんよ、実は。でも、パソコン、PC あるから、PC のディスコと喋ってもいいかもしれん。どうなんやろう、あの、互換性っていうか。俺、いつも、あの、通常っていうか、うん、今やってる人たちは、うん、スマホのディスコでやってるよ。あ、スマホとディスコでやってるんや。どう聞こえ方は。はいるね、変わんないよ。あ、帰れへんねや。パラレルはなんかノイズキャンセリング入ってるからすごくいいよって聞いたけど。俺最近パラが多いかな。俺そこ階段潰し行くわ。あ、ぶつかった。え？何回もういる？出せん。出せん。あぶな。上にいてる。うん。大引く。いい線はコンテナの中入れてから。分かった。ああ、なる。最悪武器だけで大丈夫っすね。分かった。ちょっと待って、どこでやられてる？壁。ここか。ここやな。あれ、シートの真ん中の。あれ？この人ちゃうの？ GB 館の階段。了解。iPad です、私。みんな上行ってね。かとりあえずそれだけ焦ってくる。こっち側から回ろう。下見とか。
なんかいてるな。なんか。ちょっと私消すわ。違うのこれ。あ、AX 相手、AX。え、相手 AX。AX?OK。AX? Okay。上いてるかな。うん、C さんも上がってる。これ起きてるかな。私も来てるかもしれん。みんな3回行ってる。 OK。 私3回行った。向こう来てるわ。うん、私ここ。いやな、ここ汽車ないねんな。ひーちゃん、顔出さん方がいい、顔出さん方がいい。わかった。おるよ、でも、向こう。来たわ。こんな時のための T7。ここに、あ、なんか向こう向いてんな。お、映れへんよな、あそこの。向こうは映れへん。向こうから撃たれる？あー、これで見るのか、X を。つけてね。一緒？ iPad やねんね。あっちも。もう一個炊こうか？もう一個。もう一個炊くよ。あ、まだ炊かんくて大丈夫か。木炊くよ。いや、マジか。お、なんか。了解。あ、ちょっと変な、もう一つ炊く。大丈夫。木炊いた。パソコン室が AX だ。どこが AX？移動してるかもしれない。側から来るかな。僕耐えてるからバレるかもって思ってるかも。いた、分かった、分かった。僕がないや。モッキ、モッキで大丈夫。いっぱい拾ってきたから、あと4つカバンの中入ってる。僕ちょっともらうわ。あ、リグの中か。一個あった。パス。もく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 。グレもいっぱい持ってる。オッケーオッケー。もう一個投げるよ。中心が見えてる。いくよ、もく。追いもくしてあげて。うね。OK、X 抜いた。抜いた。シンプルに打ち合った方が強いか。なんかこっちね。聞いてて多分バレたかな。聞いたね。
くるかもしれんな。中入ってきた。切れてる。中入ってきた。X 拾った相手。パソコン室、金庫部屋の方。私はちょっと覗かへんわ。グレ投げ、うん、グレやめとこ。覗かへんわ、私。やめとく。うん、あ、奥行った。右行ってるね。右2人いるね。え、あの、中に入れたよな、コンテナ。あ、嘘や。ちょっと待って。弾出てたか。ごめん。ま、ちょっと待ってや。あらめん。やられた。あれ？私この人知ってるかもしれない。あれ？この人、この人やな。あれ？ちょっと待って。知ってるか。あれ？ T7 だけ回収できんかったよ。あれ？あれあれあれ？っていうやつやな。あれ？待って。これ T7 2本じゃん。ちょっと待って。私。うわ。と待って。あれ？この人知ってない？ちょっと待って。あれ？私この人知ってるかもしれないよ。知ってるかもしれないよっていうか。あれ？ちょっと MP5 でやられてる。ありがとう。全滅？全滅した。全滅。ああ、T7 が。T7 が。あれ？相手 X2 人いたぞ。やばいな。あれ？ IRIP さんって私知ってる人いてなかったっけ？え、違うか。前、しや、うん、ちょっと忘れたな。ちょっと、私知ってる人かもしれない。参加希望はなんかまだある。あとトミーさんっていう方、いっぺんちょっと仕切り直ししていいですか？うん、ごめんね。それからまたしてください。はい。お願いします。ちょっと、あの、用意します。これだけ持って帰ってきた。ブロウザーはちょっと手に入らん。いやー、ちょっと。自主って何？自主。やんな、やんな。ちょっと待って、ちょっと待ってな。ちょっと待ってな、ちょっと待って。どっかで見たなって。あれ？ちょっとどっかでおるやん。ここに。ここだ。やられたよ。IRIP さんだ。この人だ。私の武器が、IRIP さんはフレンドさんだ。どっかで見たなと思って。やられちゃった。私はやられてしまった。はい。はい。じゃあ、トミーさんとホンビノさんと、一発屋さんで行きましょう。お願いします。ベルさん、自首しに来ましたって。自首。どうも、IRIP さん。私、ちょっと呆然としちゃったわ。いや、対戦ありがとうございます。いや、ちょっと待って、なんか用意せなあかんねんけど。二つもらったんじゃない？もしかして。何でいこう？これ、やっぱり使い慣れてる武器がいいな。なんか MP5 でやられてるっていうのがすごく、なぁ。ちょっと待ってな。MP5 のサブマシンガンでやられてん。なんか、弾何あったっけ？弾何でやられてる？自分のダメージが、ダムダムか。ダムダムやって。
で頭ちゃんとしていかなあかんのかな。ちょっとごめんな、ちょっと落ち着け。あ、ごめん、ちょっと消す。すいません。もうスタップはつけないでもいいかもしれない。これでいこうか。もう音をさしてもいいかもしれない。治った？何が治った？って言っちゃった。サプは海にサプでいっか。ピストルグリップか。あ、もうちょっとなんかダムダムで来たと思ったらなんかダムダムやったんや。どうしようかな。マイクどうなんて。ああ、そうそう、ちょっとごめんね、音さしてたから。アナとさ、あー、ちょっと今打つかな。広いやつにするか。うん、これでいいや。ラップを買うという。保存してしまった。エルゴノミスクスが61。12。ちょっと待ってね。グリップを、9、51、バーティカルつけていこうか。バーティカルにし、ちょっと高いやつに。はいらないや、うろ。で、またリグを買わなあかんね。リグを。あ、マータさん久しぶりや。こんにちは。リグ持っていこう。このリグを。これでいいかな。元気にしてる？ダム、私もダムダムで。いや。リッピ。アムロ、いらっしゃい。ダムダム、どうしようかな。いや、ダムダムで行こう。ダムダムで行こう。なんか同じことしてしまってる。嫌なやつだ、私は。久しぶりに MPX を買った。60発で10発ちょっと置いていこうか。10発ではこれ返しとこう。弾、今日は
爆弾やね。爆弾たち。木。トミーさんいてるかな。トミーさんいてますか。こんなもんかな。火炎瓶は私自分を燃やしちゃうから持っていかない。それでいいか。んで、トミーさんいらっしゃいますか。ダムダムってトレーダーで買えるから安いよ。もう決まってるお金は。こっちに入れていくか。それでいいや。と、包帯と回復と、それから、念のためにちょっと、4つ分の包帯だけ持っていとこうか。これだけ。いいか。水が。多分これでいけると思うんやけど、MPX3 つ持っていくから、マガジンちょっと多いかな。ストック展開して。案が合えばいけたらいいな。本当に？私ダムダムばっかり使ってる。出ていいかな。うん。よし。じゃあ、呼びます。トミーさん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 は、いてる？トミーさんいてる？ 110 万レイド。110万レイドだって。やばい。トミーさんいてますか？ヨーマハローさん。で、フレンドになってるかな、ちょっと。あ。ん？なってない。はい、一番いいやつ、9.39 の4パンツ。ヨーマさんやろ？それから、ホンビノスさん。ビノスさん、一発屋さん。再びいらっしゃいませ。龍馬さんありがとうございます。お願いします。お願いします。いや、今日本日1回目お願いします。本日1回目何もなかった。何もなかった。ちょっとさ、最近怪奇現象が起きたっぽくて T7 が旅に出たんですよ。T7 また戻ってくるよ、絶対に。自分の元に。ちょっと最近旅、バグかなんかで旅に出ちゃったらしくて、ちょっと旅に出てきた。これはちょっと有識事態だな。MPX、 なあ、と分かってんねんけどな。 MPX ダムダムで使うっていうのもったいないって分かってんねんけど、ちょっと分だけ、まあいいや。うん、なんもない。なんもない。やば、入場料の5000公演がないだって笑える。なんか売ってください。打った。正直、ダムダムでもいいと思うよ。相手が高装備ならダムダムの方が強いし。うん、私、足打ちばっかりしてるね。うん、慣れてるならダムダムの方がいいよ。うん、で、もうちょっと MPX にしたわ、今回。4スコで、4スコの、私、サイト上乗ってるかな？ 4 スコフォロー。大丈夫よね。ちゃんと乗ってる。いいやん、ダムダムとプレイヤー用に 6.3 とか変えれられたら強いかもよ。いや、AP 弾はもう使わんでいいと思うよ。いや、それがな、私な、弾を入れて、そのやつをなんかこう、なんていうのかな、リロードするときになんかおかしくなるのね。ごちゃごちゃになってしまって。使い分けができへんねん。できへんねん。もうそれはもう慣れやけん。もうそれあかんねん。できへんねん、私。もうもたもたしてしまう。できることは線がいい。うん。せんねん、できへんねん。
できたらいい、マータさんみたいにできたらいいんやけど、私できへんねん。それがもたもたしてしまうの。もともともたもたするタイプやから。テンパってしまったら、そうテンパる、そうやわかんねえ本当に。なんかさ、ソロで行ってる、ソロで行ってる時はこう、なんていうの、なんかこう、あっ、そうやこうせなって思うねんけど、なかなか難しくて、うん、なんかマガジン、何これ MPX か、うん、MPX なら50連ダムダム入れて30連に 7N とか AP 詰めればマガジンの形にすぐ分かるから、ね、そういうやり方も今見ててんだからさ、これクイック装備のやつで MPX41 の方が、あの、うん、41に 7N 入れて、まあ、700発持ってんねん私。持っていってもいいやけどな。持っていってもいいやけど、ちょっとダムダム、あえてちょっと敵にまでうまくないやけど、ダムダムで頭狙えるなら4弾、うん、なんか胴体とか狙うんやったらもう、うん、ダムダムの方がいいよ、ね、足打ちで、うんうん、だよね。もともとやっぱ私スカーが好きやから、スカーすごい使いやすいよね。でもなんか失ってしまって、スカーを。スカー今何本やったっけ。ダムダムドットドットか遠倍の方がいいよ、ひーちゃん。うん、そっか、かっこよくしてしまったよ。4スコアもったいないと思う。4スコアうまそうやな。うん、足打ち、まあ遠距離できへんな、当たらんし、エルゴも下がるし。うん、じゃあそういう風にしよう。頭じゃなくてサイトを、フォローサイト、私フォローサイトしかせえへんから、フォローやね、フォロー派やね。うん、スコ入れとこ。あるやつ入れた方がいいかな。いや持っていかへん、レーザーで行こう。じゃあ行きますか。よろしくお願いします。はい、じゃあスタート。改めて。ズニク。龍馬さんよろしくお願いします。5ヘルト。926のバッグで。リグもなんかちゃんとしたやつだね。ちゃんとしたやつだねって言い方変やな。お願いします。皆さんファイト。ありがとう。お腹空いてきたな。頑張るぞ。ありがとう。頑張る。頑張るぞ。またさん。欲を出さずに赤を3つぐらい出したい。無欲無欲。赤。なんかさ、マータさんって言うと、マータさん。なんか違う名前が。赤枠見なくなった。お腹鳴りそう。ぐるぐるぐる。開けた。ダムや。嫌なダムだ。消しとこ。どっちでもいい。ひーちゃんどっち行きたい。ケーブルカー行かへん。あかん。オッケー。いいよ。ごめんな。ケーブル。うん。ケーブルカー行きたい。あ、なんかおる。これボット。ちょっとボットさせてもらっていい？いいよいいよ。ひーちゃん、右側にもボットいるよ。よかった。めっちゃ撃ってんな。後でちょっと帰るわ。後で玉入れ入れ。僕の前にもボットいる。あ、わかった。行くわ。後で玉入れしよう。ダムダムが。
重い体が。プレイヤーが反対側一人入ってる。反対側一人入ってる。オッケー、わかった。じゃちょっと見られるな。無料金の中に1枚。最低1枚ね、無料金。ちょっとさっき中入ろっかな。うん、中入った方がいい。うん。あ、もう真ん中から見られてる可能性あるから気をつけて。わかった。はい。右側も、ちゃん切ってる可能性がある。あくんな。中入るね。反対側のやつ下降りたかもしれん、ね、上いてる？これちょっとだけ、ちょっとだけあれさして、何 MP5 のスタンダードマガジン、ちょっと弾入れたい、足りへんかな。中入ってんねこれ。おるね。ダムダム、気をつけてね。ん、願いだ、リラックしてほしい。よし、倒れた。一人なんか下に塗るね。大丈夫？あ、混ぜてない。後ろいる、後ろいる、後ろおった多分。あれ山、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 山か。うん、死んだ。待って、投げた。なんか撃たれてなかった。入った、ごめん、下入られた。え、4人くらいいるから。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい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 。上からやられた。すぐ死んだ。MPX が消えていったよ。ああ。僕投げんかったよかった。一発屋さん頑張って。死んじゃった。一発屋さんだけになった。だ。いや、悪い。あんな。めちゃくちゃ死んでるわ。ダメだ、弾がない。リロードしねえと。そこ、後ろの山気をつけてね。おる、そこ。うん、おる。山側におった。スナポジいる、スナポジいる。やべ、挟まれた完全に。待って、あー、弾が。あー、みんなやられた。電柱が来たわ、後ろから。ヒルカメラ見よう。ちょっとどうなったの、ま、たえ、ま、た誰、嘘やん、かぶせてない、かぶせてない、これこれはまたちゃうな。え、かぶせてる、これ絶対に。またアックスにやられた。え、これかぶせてるような気がする。かぶせてる。かぶせてやってない。絶対やってるような気がする。トースティングちゃうかこれ。だって同じ人がかぶるわけないもん。マイナス40。違うマップに行くぜってやつや。ありがとうございました。ありがとうございました。難しかった、ありがとうございました。こんばんは。なんかさ、なんかちょっと一線帰りたいんやけどな、ほんまに。こんばんは。どうにかして帰りたい。私こう今日一個も帰れてないんやけどさ、ちょっとあのね、農場クイック行きません？ありがとう。トミさんごめんね。農場クイック行きません？ラスト。農場ラッシュ。ちょっとこれ出るわ。ラスト農場ラッシュ行きたい方いらっしゃいますか？農場ラッシュ。農場クイックだ。任務開始。行きたい人います？クイックの任務。で、私は何をしようかな。
他に行かれる方いますか？ MP5 で行こう。まだ一回も入られてない方っていらっしゃいますか？ちょっと待ってね。かわや、私の好きな。MP5 で行こうかな。でも、弾がな。チン入れてないですね、私、わざと。チン入れた方がいい？全入れましたけど、入れた方がいいかな。全入れてないね。ちょっとチン入れんとやった。うん、農場コイック。そう、農場コイック。ちょっとこの2000円がどういう風になるか。SKS か。今一つやなぁ。みんなしてもいいと思うよ。あるこんばんは、セシニアルフォンスキーさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。農場クイックに行きたい人っていますか？他に。じゃあすごくない？本当？じゃあ RIRIP さんとは私なんか不思議な縁で結ばれてる？うんうん。うんうん、そうなんや。なるほどね。ちょっといつも入れてないの、配信の時は私。ピンチマッチ入れてなくて。そう。なんかさ、すごい縁じゃない？またここで IRIP さんと一緒になるって。じゃあ、たくまさんやね。ね、心が痛いね。ラスト。いやー、どうしよっかな。どうしよっかな。ああ、でも行きたいけど。ゲースで行くか。ゲースちょっと苦手やな。はいはい、待っときます。もう行ける用意しといてください。ここはとりあえず農場コイックは値上げにもなるので、だんだん声が来る？来てくれる？ランク上げれるねん、ここ。安い装備で。頭がないねんな。M870?M870？ どこにある？M870。 M870。M870 何やったっけ？武器？なんかあったっけ？ショットガン？
タッコマさん、私がちょっと呼ぶわ。農場行くね。自分から呼ぶからね、待っててください。お、あ、 M870 ちょっとがもう変えちゃった私。出ていくしかないや、もったいないな。ケース呼ぶね。たくまさんと、いないね。チーム内に入ってるわ。チーム翔太、それから一発屋さんね。一発屋さん。まださん。ちょっと待っとこわ。ね。たくまさん。クイック農場。うん、クイック。ブロックやこす。たくまさん。たくまさんは。落ちたね。たくまさん。チーム内に入ってねんけど。どうだ。チーム抜けてほしいねんな。チーム抜けて。あ、いける？はい。うん。今入る。はい、お願いします。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 はい。まあ、入る。お願いします。うん、悲しいことに俺も S ケースだわ。MP5 で行ってもいいけど、ちょっと。スカウトって。弾が。これで行こう。ケースで頑張るわ。私も、俺も S ケースで頑張る。と。ジュブリア、マータさん。ジブリマータさん、久しぶり。ごめん、ちょっと声がまたハウってるわ。私の配信が。うん。ごめん。来た。どう？オッケー。うん、大丈夫になった。マータさん、久しぶりやね。元気してる？ S 行ったよね。おめでとう。私、ちょっと、健康状態元に戻さないと。じゃあさ、今日ラスト、今回ラストです、自分。はい、いいですよ。さあ、頑張ろう。どこまでいけるかな。じゃあ、行きます。お願いします。おーい、お願いします。はい。これ、脇ポジンは、あ、脇ポイントは全部一緒？なんかまあ一緒かな。一緒やね。そう、変われへん。ただ装備が、そう、装備がそうそう、めっちゃみんなありがとう。ガタンちゃんおかえり、ありがとう。お願いします。しんどいぐらいか。ショットガンのことやってんな、 M870 って。ここや。鎮痛だ。だよね。ちょっとこっから変えていかなか。よかったよ。あ、せや、鍵変えてなかったわ。出る。やべ。お、今来てたな。船で弾かすこと。なんだか知らねえけど弾かすこと。
私、玉変え、玉じゃない。え、変えてないわ。あの、玉じゃない。鍵を変えてない。もうちょい行こうって言って。じゃないことして。いいし、二人はいるよ、確実に。うん。そうと、リサイクルステーションの鍵はある。あれか、民家の木。キルした。もうダメだ。見えた、見えた。倉庫地が、荷物の方、二人いる。見えた。見えた。一人回ってる。一人あった。取れました。そっち二人いる。そっち二人よ。で、おるな。二人いる。うん。さっきおったわ。ちょっと回復するわ。こっち来るかもしれへん。来てるな。力来てる。弾がないや。やられた。あ、もうやられ。ちょっと待って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 。みんな死んだ。今日は全滅。ありがとう。もうキルカメラ見よう。ダメだった。やられちゃった。だってこれは相手の前で。あー、みんな。シシ。あー、ネクターやな。5層のやつだった。戻る。怖かった。なんかもう囲まれてたな。一人はキルできたからどうなったら、でもすぐ。ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとう。ありがとうございました。はい、またお願いします。マタさんありがとう。じゃあ落ちます。ありがとう。ありがとう、マータさん。落ちます、私が。はい。はい、こんな感じで。まあ、これ一人できたから、プラス11になったかな。で、戦闘で。技能負傷が、うん、じゃ自分のダメージじゃなくて撃破。まあできたかな。うん。ほんまにあかんわ。ちょっと待ってな。マスターさんに戻ってしまった。やばい。また頑張るわ。あともうちょっとやから。ありがとうございました。はい。今日はこんな感じで終わりました。また夜な夜なレアゲを頑張っておりますので、また、頑張ります。ありがとう。皆さんと、レアゲできて、レアゲっていうか、いけて楽しかったです。はい。ありがとうございました。お願いいたします。ゆっくり、またレアゲを頑張ります。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。じゃあ、そろそろ配信終わります。ありがとうございました。うん。また頑張りましょう。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした。終わります。また、お願いします。お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。じゃあ、また次もお待ちしてますね。はい。ありがとう。トミー様ありがとう。マタ様ありがとう。はい、またね。ありがとう。はい、ありがとう、トミーさんも。ではまたです。お疲れ様でした。